はい、どうも皆さん、リーガルンやで。はい、というわけでね、今回もラブライブ商品実況の方をやっていきたいと思います。いやーね、今日も相変わらず夜勤明けでショップを巡りに行ったんですけど、ちょっとね、いろいろ用事がありまして、夜勤明けにもかかわらず今夜の10時頃なんですけど、ちょっとね、今日はね、一睡もできてないんですよ。やべえよ、もう明けのテンションやべえぜ。いやもうね、さすがに途中眠たすぎてね、もう車の中でね、もう錯覚起こしそうになりましたわ。もうん？錯覚？それでは聞いてください、錯覚クロスローズ。テレレレンテレン、誰よりダーン、ラブライブトレーディングラバーストラップ全10種類、まあ略してラバーストと言われるやつなんですけどもね、私の動画を結構前から見てくれてる人はちょこっとだけ知ってるんじゃないかな。一回だけ開封をあげたことがあります。でね、カヨチンが出なかったんですよ。というわけで追加購入してみました。この商品自体はね、結構古めみたいです。だいぶ前に発売された商品みたいで、なんかショップでも再入荷って書いてありました。この間紹介したコードストラップ同様、全10種類、9人プラスシークレットが1人。このシークレットが誰なのか気になるな。もう今回はね、確実に多分シークレット、あ、これシークレットって言えるようにしたいと思います。リンちゃんの件があったんで。見てください、このイラスト。本当にこのラバーストラップめちゃくちゃね、イラストアドが高いと言いますか、すげえ可愛いんですよ。でもほんとこれでカヨチン当てたいなって思って3つ購入しました。じゃあ早速開けていきたいと思います。いやーね、多分結構古い商品だから案外売ってんの見かけて結構レアだったかもしれないぜ。一回開封したことあるからわかるんですけどね、確かこれ先にこの白いやつが、そう、これが来るんです、これが来るんですよ。じゃあ1箱目から見ていきたいと思います。いきますよ。3、2、1、ドン、ドン。ちょっとこれは待ってくれ、もういきなりシークレットとかやめてくれよ。いや、これは反則やろ。え、海じゃんか。え、かわいい、これ何？いや、これやばくないか。あ、海ちゃんチース。一応メイド服だから、ワンダーゾーンのくだりなのかな。モヒュットの海ちゃんこんなんじゃないはずやわ。普通海ちゃんだったらこっち来るはずですからね。うん。やっべーの当てちまったぜ。いやー、いきなりシークレットの海ちゃん当てちまいました。じゃあ、2箱目いくか。えっていー、ずれたあかんよってな。ゆっくりです。ゆっくり。ここ分からんようにね。じゃあ、2箱目いきたいと思います。見ていきますよ。3、2、1、ドン！おぉ！マキちゃーん！いや、かわいい。え、物ごっつかわいい、これ。やっば。いや、このね、僕今の衣装の、これ、マキちゃんのね、帽子ね。これ、帽子ね。いや、これすごいかわいくないですか？いや、もうね、なんていうかも、もう私、全然満足です。はい、海ちゃんと来て、マキマキと来て、もうラストの3箱目、なってしまいましたが、これで、狙っていきたいと思います。俺は来るって信じてるんだ。じゃあ、3つ目、ラストです。見ていきたいと思います。頼むぞ。3、2、1、ついおのんちゃんオンライン。いやー、のんたんが来ましたね。いや、でもね、ちょっと待って、こののんたんのこの、口見てわかる？この、キュッキュッっていう、この、キュッキュッっていう。いや、これ、めっちゃかわいい。これ、めっちゃかわいいわ。こののんたんやばいっすわ。いや、すごいね、ここに載ってなかった絵柄やから、まさかののんたんがこんな感じなんやっていうのがね、はい。いや、すごいな。いやー、素晴らしい、これは。はい、というわけでね、こちらのような結果になりました。のんたんとまきちゃんと、でこのシークレットの海ちゃん、もうな、今回はね、かよちんは来なかったんですけど、
全然いいわ。え、これ、ま、ほんまにやばくないこれ。もうこのね、トレーディングラバーストラップ自体もすごい可愛いんですよ、もう全体的に。いやー、これは素晴らしいラバストですな。こちらのね、トレーディングラバーストラップ、500円で販売しております。結構古いタイプのシリーズになりますので、ちょっと売ってるとか限られるかもしれませんが、多分私がね、今まで買ったラバーストラップの中では、一番絵が好きですね。絵というか、イラストが一番好きな、ラバーストラップなんで、ぜひ皆さんも購入してみてはいかがでしょうか。今回もご視聴の方、ありがとうございました。ではでは。